おい、通るの。はい。あ、来た。来ました。はい、30ちょっとぐらいのさっきのサイズ。でも、坂股で見切りました。え、マジ？はい。おお。マジ？見ようおもろいやろ。やばいじゃん。あー、それはまああるあるやわ。でもやってまうやつやわ。おっしゃー。もうそこ。もう速攻釣ってるやん。もう開始速攻やん。何その、しかもリグ、ドンキリグってやつです。え、そうなん。はい。何これ。いや、結構でも昔に流行ったんですよ。あ、そうなん。はい。え、何これ、どういうこと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 、これ。ドンキリグってやつで。へぇー、そんなリグあんや。はい、初めて見た。ダブルヒット狙えるんで。え、これで。はい。あ、そうなん。はい、群れでいっぱいいてる時とかは追ってきたやつもう一匹釣れるんで、これで。え、マジで。はい。今日なんかいいかもしれない。いい予感するね。いや、良さそうです。やばいね、これ。はい、楽しいんちゃうよ。楽しいと思います。おめでとう、はい。ありがとうございます。ここはいけそうやな。ブリシャ、ブリシャ、ブリシャ、ブリシャ。あ、マジか、抜けた。食ったやん。あ、くれてる、くれてる。わ、すっげ。乗らん。岩盤に引っかかった。マジか、今の。聞いて、でかかった。もう一回食わんかな。今の4ジャンプで。マジか。なんで乗らんねん。うわ、もうあかんか。今一瞬かかったんかな。さっき追ってきたやつやな、絶対。うわ、マジか。2回目ないわ。猫リグやるようなワームないしな。あ、キンク。あ、そうなんすか。ミノーも多分食ってくると思うんすよ。はい。ほんまに岩盤のキワキワ引いてきたらバーンって出てくるんで。だ、でかい。あーな、あー、ちっちゃいほくったけど、よっしゃ、釣れた。ちょっとやっぱすごいで、取り合うもん。30、35ぐらい。え？じゃあ一人ゆっくり見てやっとこうかな。ゆっくり見て。俺らに見せてるみたいやん。じゃあ、ありがとう。あかん。これは言うまずめないな。言うまずめない。ない。この時間で釣れへんかったらあかんわ。よっしゃー、バレた。でかかった、しまうま。
ユマスミあったわ。でか、まあまあよかったわ、今の。マジかよ。やばいですね。こんなん移動の時ぐらいですもんね、寿司の。来た。え、どう？釣れました。でかい？いや、ちっちゃいです。ほんまや。釣れました。ジェットスキーしてるやん。はい、ジェットスキーしてますね。やった。でも言うて、そんな小さい言うて。はい。まあまあまあ、めちゃくちゃちっちゃいってわけではないですね。ちっちゃいですけど。ええやんか。うわー、ちょっといいサイズやん、でもほんまに。いや、いいサイズ、いいサイズ。ちょっと普通にいいサイズ。いいやん。来ました。はい。ゆっくり見て。やるやん。いいやん、いいやん。昼から速攻やるやん。火に引っ掛けるんやと。で、ちょっと上目でツンツンやっとけと。すぐでした。さすがっす、先生。食うとこ見えた？見えてない。あ、見えてないんや。見えてないね。そうか、そうか。足元に回ってきたんで。マジで？はい。あ、これアジですか？あ、アジです、アジです。あ、はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、アジもらっていいですか？はい、いいですよ。はい。はい。ゆっくり見て。あー、綺麗な大きいアジです。尺アジ。なってます。いや、泣き尺です。あ、ないです、尺は。これはあれですか？ゼイゴはついてないんですか？いや、ゼイゴついてますよ。本当ですか？あ、よう見てください。あ、ゼイゴです。アジらしいです。サイズのアジやな。はい、これ結構よう超えてて、いいアジです。食べるんですか？いや、今回はリリースします。ああ、わかりました、はい。リリースするんですか？リリースはしないです。食べます。食べます、今回は。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あいつら絶対この辺で生きるはずなんですけどね、食えへんだけで。はい。おった。ネコリグで釣れました。釣ってるやん。釣れました。釣れへんな、折れへんなとか言うて横で釣っとるやん。文句言うたら釣れました。新鮮やったんでしょうね、おそらく。難しいですね、40ぐらいのやつは。お、あ、まあまあいい。おっしゃおっしゃ、いいサイズ。いいサイズ、どうやってあげます？これ。いいサイズ、いや、いいサイズですよ、普通に。でも抜くのはちょっと竿をもらいましょうか、この辺からこう本体を張りながらで、俺が釣りレー方式で、はい、で、こっち行ってそこをこうやって上げて、さすがです、はい、ランディングよし、オッケー死ねよ、よっしゃしゃやった。いやいやいや。おお。完璧。おお、食った食った食った。いや、でも食ったやん。粘った、粘り勝ちやん。おめでとうございます。ありがとう。ちょっと待って。目入った。目薬やられた？やばい。やるやん、やっぱ。頑張れ。やばいな、ガード硬いな。ガード硬い。俺ケイタがこんなおどおどしてるの初めて見た。初めてかもしれない。今日あのこっちので指切ってるんですよ。あ、だから。はい。それでめちゃくちゃしみるんで。なんか初めて釣りした女子みたいになってる。持ち方の癖すごい。持ち方の癖強すぎやろ。え、バスってこの持ち方じゃないですか。あ、そうでした。すみません。あ、そうですよね。はい。よかったです。関西ではこうやって持つんですよね。関西ではこうやって持ちます。よかったです。よかったです。ありがとうございます。いただきます。はい。ゆっ
くぐり見て。いやー、おはようございます。普通にいいサイズやん。我が社のビッグツーウェイで。普通にいいサイズだった、フリリーグで。あ、私からのビッグツーウェイですね、これ。あ、そう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 。師匠からもらった。プレゼントさせていただいたビッグツーウェイです。ビッグツーウェイで、ありがとうございます。いや、おめでとうございます。ありがとうございます。結構いいサイズや。結構いいサイズやな。やたらしゃくれのどんやし。めっちゃ細いし。コンディションあんま良くないけど。ありがとうございます。じゃあ、いただきます。はい。ゆっくり見て。おい。はい、ありがとうございます。はい。はい、さすがです、先輩。ありがとうございます。はい。淡白やな、偉い。